急遽退職したさやかの穴埋めができぬまま、館内で元警察学校勤務の男が殺されるという事件が発生。一係が事件を捜査する中、一係の仲間であったラリーの姿が頻繁に目撃される。捜査を続ける一係は、被害者がそのラリーの恩師だったことに気づく。次回、太陽に吠えろ2019、帰ってきたラリー刑事にご期待ください。最後までご観覧ありがとうございます。これからもどんどん、もしいま動画をアップいたしますので、チャンネル登録お願いいたします。この10のボタンを押してください。そしてこれらの動画もぜひご観覧ください。Facebook ファンサイトへは、@もしいまか、昭和の刑事名作ドラマファンサイトで検索、ご参加ください。